ターボラっていうね。遅れたら困る。なんかここはね、2時までがランチ。この薪で。おお、すごいですね、本格的な。これで焼きますね。ね、パスタは僕は食べることない。肉料理ってあるの？マリネとかいろいろありますか。部屋のお肉料理ってあるのかな、今日。とパスタぐらい。パスタってどれぐらい？パスタってどこに行ったの？結構豪快に注文する感じじゃないですか、なっちゃん。あちなんかおすすめの僕ね、僕がいつも食べる好きなやつがあるんですよ。どこに行ったっけ。このね、和風マヨネーズのどっちか僕が好きで、やっぱそれは行った方がいい気がする。多分あれかもしれない。スパゲッティはパスタはあっちだけかもしれない。何か行きますよ、 C でも行きますよ。ああ、そうですね。これはあれなんですね。好きなんです、美味しいです。普段あの他のところでこれ和風マヨネーズがないんで、全部食べ両方行くときもあるんですか。両方ない、僕もマヨネーズだったりするですね。でもなんかスパゲッティが1個は食べてます、 C でも。あ、そうですね。すいません、出待ちもお願いします。ランチで C とこのベーコンとキノコの和風マヨネーズとソーセージとボイルエッグのマヨネーズソースを1つでお願いします。ピザは単品にされますか、セットにされますか。ピザこっちですかね、単品で。はい、ランチの方がスープとサラダ。あ、いいですよ、サラダ。はい。ドリンクどうされますか。ドリンク100円プラスって書いてある。なんか一つ、ゆるさんなんか飲みたいの選んでください。あ、じゃあね、紅茶で。アイスで。お願いします。すごいボリュームですね。でしょ、美味しそうじゃないですか。はい、絶対食べた人止まらんすよ。もう一個の方がめちゃくちゃ好きで、よくずっとリピートしておるもので。 ね、あったかいうちに。まっちゃんどうぞ先に。いやいや、食べんと。あ、ちょっと見たいなと思って。まっちゃん食べるの。食べるの見ちゃ恥ずかしい。よう食べれんかもしれん。こうやっていただきます、うん。あ、お母様も。はい、ありがとうございます。カメラ回って食べるのなんかね、きついじゃないですかね。なんか作る時はまあ違うんですか。いや、美味しいですよ、本当に。いただきます。すいません、お先に。あ、すみません。うん、美味しいです。落ちる。もう、いや、カメラ回っとるですね。おいしい。ああ、おいしい。肉松、3時からですか、お母さんのと。3時の頃にここ出たら、一回お母さんはこっちに行かないんで、家に送り届けて。ああ、仕入れ行っとったんですよ、今までは。あ、うん、で、仕入れ側は1週間に1回の仕入れをしてたんですね。市場に。はい、市場というか、いろんなものを売っとる、まあ、野菜とかそういうのが。まっちゃんのおすすめ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お母さんもありがとうございました。なんか、いえ、こちらこそありがとうございました。なんかいつもね、お世話になって。とても美味しいお店だったので、また、ね。